どうしよう。号来券これさ、ぶっちゃけどう思う？これ俺さ、確かにもしかしたら号来パーティーだった可能性があるじゃん、向こう、あの今の相手が。でそれで号来使えなくて負けちゃったってなるとさ、号来やっぱありでいい？でも俺そしたら全員負けちゃうんじゃないの？じゃあわかんない、もしかしたら号来の存在が世の中にまだ知り当たってるのが一部かもしんないからな。これから次の対戦相手が号来知ってるかどうかわかんないからな。わかった、じゃあちょっと、わかった、じゃあ様子見よう一回。ごめん、これあれするわ、ちょっと号来蘇生身代わりだけにするわ、ごめんな、ちょっとこの2つで禁止にするわ。うん、いやわかった、じゃあ一回アンケート取らせて、マジでごめん、これほんと俺のわがまま。じゃあなんでかっていうと、号来の技が知らねえ、あんなの見たことも聞いたこともねえんだよ。ねえ、なんなのと思った。ドラクエにさ、号来蓬莱拳みたいなないだろうと思ったんだけど、ちょっと一回号来、号来拳、やっぱありなし。まあこれ俺が知らなかったからな、もうしょうがないわ。号来拳ありなし、一回意見を聞きたい。せーの。じゃあ過半数取れなかったからありにするわ。うん、これは55% 超えなかったからありにするわ。でまた後でアンケート取るから、その時にまたあれしてくれ。わかった。うん、うん、それはうんしょうがない。うん、じゃあ ID 行きましょう次。メール、次が女性の方ですね。ちょっと本名を言うとあれかもしれないですけど、女の子の名前ですね。うん、行ってみましょうか。 ID を使って対戦、文字っすか。女の子とはでもやっぱりあれだよな。うん、ちょっと俺はやっぱりバトルなんで、これって、うん、これでバトルなんで、僕は本気で行かせてもらいたいなって思うんですけどね。うん、さあただいま20時44分の、メールです。すいません、もう1時間経ってるわ。対戦なんて、多分おそらく全員は全員多分あれだろうな、待っててくれないと思うからな。うん、